山元町坂本の山内農園では、温暖な気候を生かして生で食べたり、甘露煮やスイーツなど加工したりするイチジク20種類500本を栽培しています。今収穫しているのは主に甘露煮に利用されるブルンスウィックという品種で、山内さんは雨の中、高さ 2.5 メートルほどの木から熟し始めた果実を選んで一つ一つ丁寧にもぎ取っていました。今年はもう1ヶ月ぐらい早まってます、でちょっと雨が降ってないので小ぶりだのような感じですかね。甘さはね、雨が少ない分甘く熟したやつは美味しいです。収穫したイチジクはスイーツなどに加工され、山本町内の直売所や仙台市のデパートに出荷されます。